マルミンカルタの駅はヘルシンキ近郊列車の駅。ヘルシンキ中央駅から北に1 1トルのヘルシンキ市北部にあり、バンターシとの境に位置する。ヘルシンキバンター国際空港とヘルシンキ中央駅を結ぶ PI 系統の全列車が停車する。相対式2面2線の駅。駅の大部分は全長約3 0 0ルのトンネル内に存在する。PI 系統で ホームの一部がトンネルにかかっている駅は当駅のみである。進行方向は左側通行である。ヘルシンキ中央駅方面から当駅より北方に向かう場合、自駅のミュール巻以降はバンター市に位置するため、レギオンチケットを購入する必要がある。券売機から購入の場合5ユーロ、アプリから購入の場合は4.2ユーロである。 h t t p s w w w h s l f i s i t e s d e f a u l t f i l e s u p l o a d s k e h a r a n a n もとクーストジェットマ i s k ppt2018 年1月5日閲覧。h t t p s w w w h e l p f i u t s e t f i hkl, マルミンカルタナニアセメタナラインマラティニキシー、ヘルシングインスーリミステキャッチティディテオキシスタ2018年1月5日、閲覧。https www.hsl.fi sites d e f a u l t f i l e s uploads l i p p u j e n n e t En2018 から G2 PDF2018 年1月5日閲覧。ありがとうございます。